ムタタケオは NPO 法人教育研究所の理事長を務める教育コンサルタント。宮崎県生まれ、24歳の時に民間の教育施設、教育研究所を開設。それ以来、主に引きこもりタイプの不登校の子供たちと関わる。1984年4月に昼間の不登校の本格的な教育施設、教育研究所を開設。 翌年、引きこもりの子どもたちとの家庭訪問事業を始める。その後、適応指導学級のモデル教室の一つになる。不登校の臨床数は1万ケースを超える。より広く多くの方々への援助活動を展開していくために、平成16年度より特定非営利活動法人となる。不登校、引きこもりに関する実践、臨床研究を30年以上続ける。 不登校、引きこもりの子供や親のカウンセリングから学校復帰のための学習支援や進学、進度のケースワーク、医療機関や福祉施設の関わりが必要な子供の専門機関への紹介、学校や児童相談所の職員の研修、引きこもりからオンラインゲーム依存になった子供の支援など国内外の幅広い領域で活躍している。公演は全国に及び海外での公演もある。 毎年夏に学校の教師や専門家を主な対象とした不登校、引きこもりの研修会を実施する問題行動研究会の代表幹事を務める。この研修会は行政を含めた学校教育、福祉、医療といった複数の分野、領域にわたる最新のテーマを取り上げ、その分野、領域の第一線で活躍する研究者を講師に迎えている。 毎年、全国の教師、専門家、約1000人が、全国から参加する。また、文部科学省、生徒指導等関連事業審査委員会委員として、行政へと連携して、青少年問題にも取り組んでいる。元文部省、不登校追跡調査研究員、元横浜市、青少年自立支援協議会委員でもある。NHK ラジオで、元、教育子ども電話相談員として、 マスコミに登場したこともある。現在、NHK 子供に関するコメンテーター。一般紙や各種メディアの記者が、青少年問題の番組や紙面作りのため、教育研究所に相談に訪れることもしばしばである。不登校、引きこもりが長期化してニートになるケースに対応するため、厚生労働省の移植を受けて、うなずき若者自立塾を、 富山県黒部市うなずき温泉に解説。若者の就労支援の活動を行っている。ここで、ムタは温泉に入りながら原稿を執筆していることもある。阪神タイガースファンでもある。韓国の不登校、引きこもり、オンラインゲーム依存の施策はムタ理事長の理論をもとに韓国版として実施されている。韓国の精神科医など専門家との交流から、 国内で、日韓不登校、引きこもりニート国際会議も開催する。著書、引きこもり、不登校の処方箋増補版は、韓国の大学の教科書としても使用された。また、ネット依存の恐怖は韓国語に翻訳、販売されている。2008年4月4日から5日、富山県黒部市のうなずき国際会館セレネにて、第1回、日韓、不登校、引きこもり。 ニート国際会議が開催された。その他、著作、論文多数、ありがとうございます。